は黒川さん、これ今日から支給の新しい制服らしい。なんで？いつものシャツは？夏だ！これ、なんで桜着てないの？いや、なんでお前セーラー？だって夏にブレザーは暑すぎるし、せっかくだったら可愛い制服着たいじゃん。だから本部にクレーム入れまくったわけ。クールビズってやつ。あのクレーム、お前が犯人か？まったく面倒なことを。てなわけで。いや、着ないから。さくら似合うじゃん。次行ったら殺す。素直じゃないな。それで今回の任務は？最近出回ってる違法薬物の件。確かスターズ。ああ、先月からスターズと言われる違法薬物が若者を中心に出回ってる。何それ？覚醒剤や大麻みたいなもん。なるほど。過剰摂取による死亡事件の報告も増えてる。オーバードーズ。そう、オーバードーズ。何それ、オーバードーズ？今話した薬物の過剰摂取のこと。へえ。あやめ、少しはニュースを見ろ。すみません。今回の任務だが、あやめは長谷川と一緒に関係者を探してほしい。了解です。頼んだ。さくら、どこから探す？さくら？私の上司は黒川さんなの。私には別の任務があるから。別行動ってこと？そう。じゃあ。可愛くないやつ。セーラー服は可愛いけど。今日から復帰か。おかげさまで。で、調子はどうだ？もっと休みたかった。お前の給食中こっちは大変だったんだぞ。ところで何してたんだ？旅をしてる時にあいつが会いに来てな。おお、あやめだな。いや、鈴奈。鈴奈？おう。なんであいつが？俺と射撃を競いたいって。俺には連絡さえないのにか。それで思いのほか話が盛り上がってな。一軒だけだがカフェに行った。鈴奈が？おう。忘れてたカラオケも。おい、ちょっと待ってくれよ。冗談だよ、やめろよ。お前相変わらず部下に振り回されてるんだな。ああ、あいつは俺の連絡ガン無視だからな。ああ、でもアザミが今度一緒に仕事がしたいって言ってたな。あのアザミがか。とりあえず一人確保。分かった、そちらに向かう。じゃあな。ああ、アザミか。アザミの冗談か。どっちなんだな。長谷川。あれ、長谷川。そろそろ話しなさい。話しますって。どこでスターズを入手したの？コンビニで買ったんです。痛いって。コンビニで薬物売ってるわけねえだろ。だからコンビニの前で売人みたいな人から。あ、そういう意味か。ごめんごめん。それならコンビニ前って先に言えよ。すいません。怖いおじさんが来る前にさっさと話した方が。誰が怖いおじさんだ。びっくりした。あまり目立った情報はなしか。コンビニはヒントにならない？売人から買える場所はどこにでもある。おそらく様々な場所で流通してる。じゃあ進展はなしか。さくらより先に犯人捕まえたかったな。それは。あ、さっきの男が落としていたやつ。それがスターズじゃねえか。うそ。なんで？どう見ても星型だろ。そっか、スターズって星って意味か。たまにお前と仕事ができてることが奇跡だと思うわ。どういたしまして。褒めてない。どうだ、怪しい情報はいくつか。一番気になる人物はこれ。
松山玲子。夫の松山和夫は薬物取引で逮捕歴あり。松山和夫は半年前に不可解な死を遂げてる。今回の被害エリアと松山玲子の拠点地は一致している。確かに引っかかるな。さくら、調べてくれ。この薬の解析頼んだ。やぶいて長谷川さん、予兆大丈夫？まあまだ。それはよかった。だいたいなんで私が薬の解析まで担当なわけ？この前平沢で新薬の実験をしただろ。バレてた？ちょっと過剰投与しちゃったみたい。オーバードーズね。そう、オーバードーズ。今日覚えた単語使っただろ。バレた。それで脅しに来たわけ？これの解析を条件に。薬物関係だ。鑑識に回すより解析が早いだろ。私の実験を本部に話すつもりはないってわけね。わかった。それじゃあ解析します。頼んだ。あゆめちゃん、お願いが。私の友人もこの薬で意識不明になったの。こんな薬、存在を認めてはいけない。これ以上不幸な人が増えないためにも必ず犯人を捕まえて。あゆめちゃんだけが頼りなの。任せてくださいよ。行きますよ長谷川さん。あの子、次の実験に使えるかも。今実験って言ったろ。何の話だっけ？いやだから今実験って。何の話だっけ？やぶ医者。長谷川さん、予兆大丈夫？まあまあだ。ところでやぶ医者。長谷川さん、予兆は大丈夫？ちょっと怖いから。怖い。事件について知っていることは？ごめんなさい、力になれないわ。そうですか。私疑われてるわね、夫が犯罪者だから。いえ、そんなことは。あの大バカ者のせいでこんな生活になって、一人でこのお店の営業も大変で。夜は別の店舗を経営されてますよね？そう。次はそっちのお店に来るの？お嬢ちゃん、探偵ごっこを続けるのはいいけど、もっと自分の時間、人生を大切にしなさい。大切な人は突然いなくなることもあるから。松山はどうだ？証拠はつかめず、なんとなく怪しいんだけどな。薬物とか許せないですよね。ほんと最低。あやめ、さっきのやぶ医者の話、はい、嘘だ。はぁ、マジで言ってます？信じられない。あのやぶ医者、お前が騙されやすすぎなんだ。いや、まず騙す方が悪いと思いますけど。長谷川さん。すまない、あやめ、仕事の続き任せられるか？え、突然どうしたの？スターズの製造工場の調査を頼まれた。つまり潜入任務？どこで？東北の方だ。よし、私も行く。潜入捜査だ。お前がいたらバレるだろう。それに情報が少なすぎるから罠の可能性もある。俺だけで行く。あ、じゃあ会社の前で待機しとくか。あやめ、お前に待機ができるのか？無理。じゃあ任せろ。ヤブ医者からの解析結果はお前に連絡が来る。そう、へこむな。まあ、さくらを出し抜けるチャンスってことで。ああ。はい、あやめちゃん、解析結果。早くないですか？薬の分析は得意なの。ありがとうございます。いや、それより昨日の話嘘だったんですか？何の話だっけ？そんなんだからヤブ医者って言われるんですよ。あやめちゃん、お手ワン。痛い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 。ちょっと頭の具合悪くない？大丈夫？大丈夫
丈夫ですよ。で、解析結果はどうだったんですか？それがある事件の薬物と成分が一致したの。詳しくはこの資料を読んで。そういえば、あやめちゃんにプレゼント。何ですかこれ？もし毒物を飲んでしまったら試してみて。解析結果から毒素を分解する解毒薬を作ったの。私で実験しようとしてません。そんなことあるわけないでしょ。実験はしてないけど。実験台じゃないですか。橋野、三宅、中村は白の可能性が高い。やっぱり松山が怪しいか。今のところはね。もう一度尋ねてみる。いくら情報屋だとしても薬までは詳しくないですよ。何か気になることは？これは気になることでも僕の勘だけど松山玲子が怪しいと思う。どうして？この薬の解析結果、松山和夫が流通させていた薬物と同じ物質。なるほど。確かに日本ではあまり名前を聞かないな。だから妻の松山玲子が怪しいんじゃない？それより前島さん、早く解放してくださいよ。もう9ヶ月もここにいるんですよ。それはできない。前島サンキュー。あやめも便利使いか。だって前島さんレベルじゃないと山梨と面会できないですからね。じゃあ。いい加減にしてもらえる？あなたの夫はどうやって死亡したんですか？お店の営業の邪魔なの。わかる？大丈夫です、今は客はいないので。まだ気になる点が。お子さんを亡くしてますよね。帰ってもらえる？話は続いています。本当バカなガキね。あれだけ人生と時間を大切にって話をしたのに。やっぱりか。いつもより濃度上げたから。あなたが死ぬのは時間の問題。そこで這いつくばってなさい。松山玲子が怪しいみたいです。まずいな、さくらが調査してる相手だ。え、さくらは松山玲子の元。激ヤバ。いつもの。元気？あれ？マスター、いつもの。留守か。何してんの？死にかけてるんだよ。やば。さくら、大丈夫？すぐに医務室に。どこ行くの？松山玲子を殺す。そんなボロボロの体で居場所は？分かってる。まさかこっちの店まで。しつこい女、致死量与えたのよ。早くおねんねしなさい。お願い。お嬢ちゃん、女が素手で男に喧嘩で勝てると思うか？やってやんよ。助ける？多分大丈夫。やばい、さくらオーバードーズしちゃった。
どうすんの？もう手遅れ。あなたのお友達も時間の問題。彼女に与えた薬はスターズと同じ成分、解毒方法も存在しない。解毒。さくら、口開けて。最後まで面倒な女。やっちまいな。うっす。してない、オーバードーズしてないから。私の人生。どうして薬をばらまいたの？仕方がなかったの。あの子のため。誰？ケイト。お母さんもすぐに行くから。子供がいたの？私ばっかり不公平じゃない？大事な人がいなくなって。だから今いいところだったのに。なんで殺すの？松山の過去気になるじゃん。松山玲子は殺す。今さくらが殺しましたから。松山玲子は殺す。さくらは来週にも退院できるんじゃないか。よかったです。だいぶ決まってましたもんね。ラリってたな。松山玲子だが、夫の松山和夫をおそらく殺害してる。松山和夫は子供に薬物を与え、息子は死亡、松山は夫の殺害を。同じような犠牲者を増やしたかったのかもしれませんね。どっちにしろ後味の悪い話だ。黒川、中井、問題発生だ。例の製薬会社の調査の件だが、
発注元は架空のダミー会社だ。松山玲子だけじゃない。それだけじゃない。発注者の名前は平沢康弘。平沢、おいどういうことだよ。だけじゃない。黒川、俺も中井も名前が書かれてる。今回の嘘の情報、俺たちに対する挑戦ってわけか。厄介なことになったな。ガトリング打たせてよ。出ません。ちょっとだけ打たせてよ。だから無理だ。先っぽだけ打たせてよ。何言っても無理なのは無理。ケチで、さくらと仲良くやってんの誰だっけ。お前な、友達ねっしょ。平塚。平沢だ。ねえ、友達ならガトリング打たせてよ。バッキュー、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバイ。